中レ空軍基地米軍基墜落事故は、1968年1月21日に、アメリカ空軍の B-52 爆撃機が起こした事故である。中励事故あるいは、中励事件とも言う。中レ空軍基地、バフィンワングリーンランド当時、クロームドーム作戦で4発の水爆を搭載して、アラート任務についていた B-52 は、バフィンワン上空を飛行中に、 機内で火災が発生し、クルーは緊急着陸する間もなく、脱出を余儀なくされた。6名のクルーは、無事に脱出したが、射出座席のなかった1名はパラシュートで脱出しようと、している最中に死亡した。機体は、グリーンランドのジューレ空軍基地付近、ノーススター湾の開票上に墜落、核弾頭が破裂、飛散し、大規模な放射能汚染を引き起こした。アメリカとデンマークは、 徹底的な除去及び回収作業を実施したが、核爆弾一発のセカンダリ部分については作業、終了後も負傷のままとなった。アメリカ空軍戦略航空軍団のクロームドーム作戦はこの事故の後、その安全性と政治的リスクが浮き彫りになり、直ちに中止された。また安全手順の見直しが行われ、取り扱いにおいて、より安定した核爆弾の開発が行われた。 1995年、デンマークにおいて、政府が1957年の非核化方針に反し、グリーンランドへの核兵器の持ち込みを黙認していたという報告書が公開されると、政治スキャンダルとなった。この事件のあと数年間、除去作業に関与した作業員は、被爆による疾病に対する賠償請求運動を行った。2009年3月、 タイム氏はこの事故を史上最悪の核散事の一つと評した。チューレのブミューズレドーム1960年、アメリカ空軍戦略航空軍団は、平時に核武装した B-52 爆撃機をソ連国境沿いに飛行させる空中待機プログラム、クロームドーム作戦を開始した。この作戦は、常時12機以上の爆撃機を飛行させておくというものだった。 これら爆撃機はソ連からの先制攻撃時の策の攻撃力となり重要な核抑止力になっていた。1961年初頭、B-52 は中列軍基地のソ連のミサイル発射に対応する戦略的に重要な弾道ミサイル早期警戒システムを視覚監視するため極秘のハードヘッド任務で基地上空も飛行していた。空中から監視することで もし基地と北アメリカ航空宇宙防衛司令部との通信が途絶した場合に爆撃機のクルーが途絶の原因が敵の攻撃か技術的トラブルかを判断することができた。監視任務は任命された機体が中間地点であるパフィン1の北緯75度0部整形67度30分、北緯75.000度整形67.500度。 七十五点零零零マイナス六十七点五零零に達した時点で開始され、基地上空三万五千フィートで、八の麻飛行で上空待機することとされていた。九百六十六年、国防長官のロバート・マクナマラは、ウミウーズシステムが完全に稼働し、ミサイルの配備によって爆撃機の重要度が減少しており、また一億二千三百万ドルかかる経費を削減できることから、 クロームドームの中止を提案したが、昨夜、統合参謀本部はこれに反対し、4機の爆撃機の小部隊が毎日警戒に当たることで妥協した。計画は縮小され、1966年のスペインでの B-52 墜落によりその危険性が浮き彫りになったにもかかわらず、昨夜1機を中列軍基地の監視に割り当て続けた。軍以外の当局は、 具体的な作戦内容について知る必要性がないとして、作はこの割り当てについて知らせていなかった。1968年1月21日、ニューヨーク州プラッツバーグ空軍基地第380戦略爆撃航空団の B-52G は中略空軍基地及びバフィン湾上空でのハードヘッド任務を割り当てられた。同期には、 機長のジョン・ハウグ隊を含む5名の正規搭乗員に、加え、広報士の後退要員、カーティス・クリス隊員、及び追加の操縦士として、アルフレッド・ディマリオ少佐が登場した。離陸前、ディマリオは仮想デッキの後部区画にある、教官広報士席下の段気口の上に3個の布カバーのホームクッションを置いた。離陸後すぐ、座席の元にもう一つクッションを足した。 何事もなく予定されていた KC-135 からの空中給油の際に B-5 通じ側の自動操縦の不具合により手動で操縦した程度だった。給油から約1時間後指定空域を旋回中ハウグ隊員は副操縦士のレナードスビテンコ隊員に休憩に入るよう指示した。スビテンコの席には後退要員のディマリオがついた。 ヒーターの温度を上げていても機内は寒かったので、ディマリオはエンジンの中期弁を開けて集合排気管の熱をヒーターに足そうとした。この時ヒーターに故障があり、結果的に集合排気管から乗員室の暖気口までの間で温度がほとんど下がらない状態となった。続く30分のうちに機内は不快なほど熱くなり、詰め込んでいたクッションが発火した。 上院の一人がゴムの焼ける匂いがすると報告したので一度で火元を探した。広報士は仮想区画を2回探して回り、金属製の箱に隠れた後ろが燃えているのを見つけた。そこで火を消そうと消火器を2本使ったが、消し止められなかった。ノーススター湾沿いにある中レ空軍基地。事故当時海面は海氷で覆われていた15時22分、離陸して、 約6時間後、チューレ基地南方を90マイルにて、ハウグは、緊急事態を宣言した。彼は、チューレの航空管制に、機内で火災が発生したと伝え、同空港への緊急着陸の許可を要請した。それから5分も経たずに、機内の消火器を使い尽くしてしまい、電力は落ち、操縦室に煙が充満して、ケーキを読むことさえできなくなった。 状況の悪化により機長は着陸は不可能と判断し脱出準備を指示した。彼らは機体が陸地上空に達するのを待ち、中歴地の明かりの直上に来たというディマリオの合図で4名が射出座席で脱出。続いてハウグとディマリオも脱出した。服装重視のスビテンコは射出座席を後退のディマリオに明け渡していたのでブハッチから脱出を試み、 頭部に致命傷を負った。無人となった機体はそのまま北へ飛行し、その後左に180度回転して、15時39分に、ノーススター湾の海氷の上に、約20度の比較的浅い高価格で墜落した。中歴地から西へ約7.5マイルの地点である。4発の1.1メガトン B28 ファイ。 核爆弾の起爆要項性能爆薬部分は衝撃で即座に爆発し、放射性物質が汚い爆弾並みに広範囲に飛散した。核爆発は起きなかった。墜落後22万5千ポンドのジェット燃料が5、6時間にわたり燃え続け、その熱で氷床が溶けて残骸や弾薬は海底に沈んだ。氷上に降下後救助された重種のカルビンスナップ2等、軍装。 ハウグッド、ディマリオは基地にパラシュート降下し、それぞれ10分と離れずに基地司令官と連絡を取った。彼らは基地司令官に少なくとも6名が脱出に成功したことと機体に4発の核兵器が搭載されていたことを伝えた。非番の隊員が招集されて残りの乗員の捜索と救助に当たった。生存者うち3名は基地から1.5マイル以内に降下しており2時間以内に 救助された。最初に脱出したクリスタインは基地から6マイル離れた地点に降下して発見まで評判上で21時間過ごすこととなり、低、摂氏30.6度の気温のせいで低体温症になったがパラシュートにくるまって生き延びた。スビテンコの遺体は回収され、コロラドスプリングスの空軍士官学校の墓地に埋葬された。 事故直後に墜落現場を空から調べたところでは、表情のすすけた表面には、エンジン6機、タイヤ1本とその他小さな破片の他は何も、残っていなかった。この事故は、ブロークンアローに指定された。事故現場の黒ずんだ氷の空中写真。上が、墜落地点爆発と火災の結果、墜落により破壊された多くの部品が 1km、3km の範囲に飛散した。 爆弾層の一部は墜落地点から 3.2km 北に離れた場所で発見され、機体の破壊は墜落前から始まっていたことを示していた。墜落地点の氷は崩壊し、一時的に直径およそ 50m の範囲で海面が露出した。その地域の評判は散乱し、ひっくり返り、そして押し出された。墜落地点の南。 120メートル670メートルに渡り、機体から漏れた燃料で氷床が黒ずんだ。この区域は JP-4 と放射性物質で高度に汚染された。これら物質にはプルトニウム、ウラン、アメリシウムおよびチタンが含まれていた。この地域のプルトニウム濃度は380グラム平方メートルを記録した。アメリカ及びデンマーク当局は直ちに 残骸の除去及び環境被害阻止のためのプロジェクトクレステッドアイスを発動した。寒く暗い北極の冬だったが春になり海氷が溶けて汚染物質が海中に堆積する前に除去作業を完了するよう多大なプレッシャーがかかった。ベースキャンプが事故現場に建設された。キャンプにはヘリポート、イグルー、発電機及び通信設備が設置された。 墜落から4日後の1月25日、アルファ粒子汚染が観測された 1.6km4.8km の区域を0位線と定められた。この線はそれ以降、人や車両の汚染除去管理に使われた。チューレから現場までの氷上に道路も建設された。最初の道路が国使されたことから、続いて2本目の道路が作られた。キャンプには後にプレハブの建屋、 二つのソリが設置された建屋、弊社、汚染除去、トレーラー、トイレが設置された。これら施設は墜落現場での24時間体制での作業を可能にした。現場の天候は過酷を極め、平均気温は低く摂取40度、低い時で低く摂取60度まで下がり、秒速平均40メートルの強風が伴った。バッテリー駆動の器具は、 極寒の中では限られた時間しか動かず、作業員はバッテリーパックをコートの中にしまえるようにし、バッテリーの寿命を伸ばそうとした。作業は太陽光が徐々に現れ始める2月14日まで、照明のもとで行われた。プロジェクトクレステッドアイスにおいて、チューレで鋼鉄のタンクに積み込まれる汚染された、氷アメリカ空軍は、デンマークの原子力核科学者と共に除去オプションに、 ついて検討し、汚染された氷と残骸をアメリカに運び処分することとした。アメリカ空軍作業員は汚染された氷雪の回収にモーターグレーダーを使用し、現場で木箱に積み込んだ。木箱は中歴地付近のタンクファームと呼ばれた保管場所に運ばれた。そこで汚染物質は運搬船に積み込まれる前に、鋼鉄のタンクに移された。兵器の残骸は評価のため、 テキサス州のパンテックスプラントへ送られ、タンクはサウスカロライナ州のサバンナリバーサイトへ運ばれた。作戦完了までの9ヶ月間で、両国から700名の専門の作業員と70以上のアメリカ政府機関が現場での除去作業にしばしば適切な防護服や汚染対策なしで従事した。合計で2100立方メートルに上る汚染液体と30個のタンクに入った。 汚染物質がタンクファームに集められた。アメリカに送る最後のタンクが船に積まれ、プロジェクトクレステッドアイスは1968年9月13日をもって終了した。この作戦にかかったコストは940万ドルに上った。アメリカ空軍は現地要員のビクル内組織を採取して大気汚染を調査した。9837のサンプルが採集され、 そのうちの335でアルファ粒子放射能が検出されたが許容レベルを超えたものはなかった。尿検査も実施されたが756のサンプルで検出できる濃度のプルトニウムは発見されなかった。チューレでの事故にあったものと同型の4発セットの B28 ファイ熱核爆弾1987年、1988年、そして2000年に再び、 デンマークの報道が一発の爆弾が回収されて、作は事故当時4発の爆弾は全て処分されたと公式に発表していた。しかし2008年に BBC が情報公開法を利用し事故のあった州の機密扱いを解かれた一部文書の開示を求め、そこでは3発の爆弾についてしか説明されていないことを確認した。ある機密扱いを解かれた文書、 日付は1968年1月では兵器のパラシュートの釣り縄とともに再び氷結した氷が黒ずんだ区域について詳しく述べておりプライマリもしくはセカンダリの爆発のようなもののために何かが溶けたと推測されるとしている1968年7月の報告では AEC による回収されたセカンダリ部品の解析では3個のセカンダリの ウラニウムの85%、重量比で94%を回収したことが確認された。第4のセカンダリの部品は確認されなかったと述べられている。プロジェクトクレステッドアイス実施中の1968年4月、米軍はスター3先行艇シリアルナンバー78,252を未発見の爆弾捜索のためチューレに送っていたが、 この海面化捜索の本当の目的は、デンマーク政府には隠された。1968年7月のある文書によれば、この作戦に、目標物あるいは失われた爆弾の部品の捜索を、含むという事実は、機密事項、ノーフォーンとして扱うとされ、アメリカ国外には開示されないことを意味した。また、デンマークとの話し合いでは、この作戦は調査、 墜落地点下の海底の再調査とすべきであるとされた。さらなる裏付けが1968年9月のアメリカ原子力委員会による中間報告書で明らかになり、そこではさらに推測すると、その衝撃特性を考慮した場合、失われた削除は重い残骸が集中して観測された地域を超えたところで停止したかもしれないと述べられていた。海中捜索で使用された スター3先行定界面下の捜索は技術的問題に悩まされ結局中止された。機密扱いが解かれた文書の図とメモで自己破片が広がった全地域を捜索するのは不可能だったことが明らかになった。4発の爆弾容器、一1個のセカンダリおよび2個のセカンダリに相当する部品が開票から回収され1個のセカンダリに相当する部品は確認されなかった。 また、武器ケーブルフェアリング、弾頭キャップ、及び誘導装置の3090センチメートルの区画が見つかった。BBC は、事故の事後処理に関わった当局者を追跡取材した。その一人、モトロス・アラモス国立研究所の核兵器設計者で、あるウィリアム・ H ・チ・チェンバースは、チューレを含む核事故に対処するチームの責任者だった。彼は捜索の中止を決定した背景について、 全部品の回収には諸君が言うように失敗し、これには失望した機密部品を我々が発見できなかった場合、その回収は他のものにとっても非常に困難になるからだったと語った。この事件はこの後数年にわたり論争を巻き起こした。それは中略軍基地がグリーンランドの住民に対して、 各事故及び潜在的な超大国の衝突の危険性をもたらしていることを浮き彫りにした。パロマレスでの墜落事故の2年後に起こったこの事故は、その政治的及び作戦的リスクから、直ちにクロームドーム作戦を中止するきっかけとなった。スコット・サガンは、機体が中歴地に墜落した場合、ミサイル早期警戒システム及び上調警戒機が同時に失われ、ノラドが誤って、 核攻撃が開始されたと判断を下す可能性があったとしている。1974年、チューレとアメリカ本土の通信手段が海底通信ケーブルからより信頼性の高い衛星、通信に切り替えられた。グリーンピースによるとアメリカとソ連は1961年のゴールズボロでの B-50 に墜落、1966年の アロマレスでの B-50 に追落、及びこのチューレでの事故を十分懸念しており、将来の核事故が相手陣営に先制攻撃が進行中であると誤った。その結果、1971年9月30日に2大協国は核戦争の危険を低減する方策に関する合意書にサインし、核戦争の危険が高まるような核兵器に関する偶発的無許可、あるいは 原因不明の事件が発生した場合は、直ちに、相手側に通知することで合意した。また、両者は、あらゆる連絡に、モスクワ・ワシントン間ホットラインを利用すること、同時に、これをアップグレードすることで合意した。パロマレス及び、チューレの事故、アメリカの核爆弾の起爆用通常火薬が、偶発的に爆発し、核物質を飛散させたたただ二つのケース、の後、調査委員会は、 核兵器で使われる高性能火薬が航空機事故に伴う衝撃に耐えるには科学的安定性が十分でないという結論を下した。また、兵器の安全装置の電気回路が火災の際には信頼性がなくなりショートしてしまうとした。これらの調査から核兵器のためのより安全な通常火薬及び防火ケースの研究がアメリカの科学者によって始められた。 ローレンス・リバモア国立研究所はスーザンテストを開発した。これは爆発物を金属面の間で圧縮したり、挟んだりして航空機事故をシミュレートするよう、設計された特殊な投射体を使用する標準テストであり、被検体を管理された条件下で硬い表面めがけて出して、衝撃に対して各種の爆発物が示す反応や敷地を計測する。 1979年までに、ロスアラモス国立研究所は低感度高、性能爆薬と呼ばれるより、安全な新型爆薬を開発し、米国の核兵器向けに提供した。アメリカの物理科学者で、核兵器設計者のレイ・キダーは、パロマレス及び、中で当時、イヘが利用されていれば多分爆発しなかっただろうと、推定している。 デンマークの非核化方針は連立政権が1957年にパリでの NATO 首脳会議に至るまでの間に核兵器を国内に保有しないことを決定したことに始まった。このため1968年にグリーンランド上空に爆撃機が存在していたという事実はその方針に反していたという国民の疑念と非難の引き金となった。ハードヘッド任務の本当の内容は 事故当時発表されず、デンマーク及びアメリカ政府は爆撃機は定常任務でグリーンランド上空にいたのではなく一回限りの緊急発進だったと主張した。これは1990年代に機密扱いを解かれたアメリカの文書の内容と矛盾しており、1995年にチューレゲートと呼ばれるデンマークの政治スキャンダルになった。デンマーク議会は デンマーク国際問題研究所に対し、グリーンランド上空を飛行したアメリカの核の履歴と、これに関する中略空軍基地の役割についての調査を移植した。1997年1月17日に2巻からなる調査結果が公表され、核武装した航空機がグリーンランド上空を頻繁に通過していたが、アメリカは誠意を持って行っていたことが確認された。 この報告書はデンマークの当時の首相 HC ハンセンがデンマークとアメリカの安全保障協定に曖昧さを持ち込んだことを批判した。ハンセンは1957年にアメリカ大使と中歴地について会談した際にデンマーク政府の核政策について問い合わせることも話すこともしなかった。ハンセンは不名誉な公開文書が特別な種類の軍需品に関する問題が 取り上げられず、それを加えようともしなかったと指摘した会議を引き続き行った。そうすることで、報告書が断定したところでは、彼は暗黙のうちにアメリカが中ュに核兵器を保管することを認めた。ズピの報告書はまた、アメリカが1965年までグリーンランドに核兵器を貯蔵しており、外務大臣、ニルス・ヘルベッペダーセンの兵器は、 グリーンランドの空中にはあったが地上には決してなかったという発言と矛盾していたことも確認した。さらに、これまで極秘だったアメリカ陸軍がグリーンランド表彰下に最大600発の核ミサイルを貯蔵する計画、プロジェクトアイスワームの詳細も明らかにした。放射能汚染のモニターチェックを行うポンプ作業員。プロジェクトクレステッドアイスにて除去作業に関わった。 デンマークの作業員は、被爆により、長期にわたる健康障害が発生していると主張した。彼らはキャンプハンジカーで作業していたのではなかったが、汚染された氷が集積された、タンクファームや、また、現地の大気から被爆した可能性もあった。多くの作業員は、プロジェクトクレステッドアイスの健康問題が、報告された後の数年間検査を受けた。1995年の調査では、 1500名のサンプルのうち410名がガンで死亡していた。1986年、デンマーク首相ポールス・リュタは生存している作業員の放射線検査を委託した。デンマーク臨床疫学研究所は11ヶ月後、プロジェクトクレステッドアイスの作業員のガン発症率は、プロジェクト以前及び以後に基地を訪れた作業員に比べ40%高いという結論を出した。 また、作業員の管理離感率が一般の人に比べ50%高いことも明らかにしたが、被爆が原因とはしなかった。1987年、ほぼ200名の除去作業員がアメリカを相手取り訴訟を起こした。この訴訟は成功しなかったが、結果的に数百の機密文書が公開されることとなった。それら文書によって、 デンマークの作業員よりも多く被爆していると思われるアメリカ空軍の除去作業に関与した人々がその後の健康問題について調査されていないことが明らかにされた。アメリカはそれ以降それら作業員に対して定期検診を実施した。1997年、デンマーク政府は1700名の作業員に対し、一人当たり5万デンマークククローネの賠償金を支払った。2000年に デンマーク政府に対して調査を開始するよう欧州司法裁判所命令が下され、さらに2007年5月に欧州議会が同様の命令を決議をしたにもかかわらず、デンマーク作業員の健康は定期的に検査されることはなかった。2008年にチューレ元作業員協会は欧州司法裁判所に提訴した。原告はデンマーク政府が先の判決への対応を怠ったことが、 彼らの病気の発見の遅れにつながり、予後の悪化を招いたと主張した。デンマークは1973年に欧州原子力共同体に加盟しており、従って1968年の事案についてヨーロッパの条約に束縛されず、事故が発生した時デンマークは加盟国ではなく、従ってその時点での共同体法に束縛されると考えることはできない。 デンマークの作業員と事故の影響を受けたと思われる人民に対する義務は国内法からのみ生じるとされた。デンマーク政府は事故と長期にわたる健康問題との関係を否定した。デンマーク国立放射線防護研究所のカール・ウルバク博士は私たちは癌の事故や癌の死亡率に関する非常に優れた記録を所有しており、そして徹底的に調査を行ったと語った。 作業員たちは証拠の欠如が適切な医学モニタリングの不足に起因していると語った。2008年11月、この訴訟は不成功に終わった。放射能汚染は主に現地のイヌイットが食料源として依存する海洋環境で発生した。放射性残骸は少なくとも2つのソースタームからなっており、兵器の各反応物質はほとんどがウラン235だった。 現地の科学的監視が1968,1970,1974,1979,1984,1991,1997よび2003年と定期的に行われた。1997年、デンマークとフィンランドの科学者を中心とした国際派遣団がノーススター湾での包括的な体積物、 サンプリングプログラムを実施し、主に以下のような結論が出された別の調査では、ウラニウムがプルトニウムやアメリシウムより早く汚染された残骸から進出していることを示していた。2003年に実施された調査では、チューレの海洋環境におけるプルトニウムの人への危険性はほとんどない。大部分のプルトニウムは、 人から遠く離れたバイロット湾の海底に比較的安定した状況下で残留しており海水や動物の体内のプルトニウム濃度は低い。しかしナーサーサックの表層度のプルトニウム汚染はその放射性粒子が空中に再検落した場合に現地を訪れた人がそれを吸入することで少々のリスクになりうるとしている。2003年、2007年及び2008年に 最初の地表のサンプルがリソット国立研究所によって採取された調査結果は2009年に発表されることになっている。デンマーク外務省は BBC が2001年に情報公開法に基づき取得した348件の文書を再調査した。2009年1月、外務大臣ペア、スティムラーは348件の文書にチューレに残存する。 核兵器についての新しい情報があるかどうか確認するため、デンマーク国際研究所による348件の文書と1994年にエネルギー省から公開された317件の文書との比較研究を移植した。ありがとうございます。